どうも、皆さんこんにちは、コウスケです。DC コミックスコラボ、正義の星地獄級、まあ、スーパーマンですね。スーパーマンの、ダンジョンなんですけれども、まず初見ホルスでいきたいなと思います。はい、リーダーホルスで、サブ、青オーディン、緑諸葛で、つくよみで、フレンド光ホルスです。では挑戦していきたいなと思います。今回のコラボなんですけども、まあ既存のスキル上げもそうなんですが、これまでまあこれまでと言いますかね、まあマジシャンで中でも、一番注目されてるのは、まああれ、チェスターのスキル上げなんじゃないかなと思います。グラビティルームで、これ中ボスなんですが、なんだ、おそらくこれ 99% 攻撃ですね。わー、やばい、危ない、間に合った。でガチャなんですけど、スーパーマンのね、性能が非常に高くて結構びっくりしてたんですよね。5ターンの間4コンボ以下吸収。スーパーマンなんですけど、まあ孫悟空とかのサブ、英雄神のでもいけそうですし、あとバールとか、ライトニングホーリードラゴンのスキルで盤面2色にすることができるので、まあ、非常にその辺で、まあ、あとスキルブーストがね2個もあるんでね、まあ、活躍の場は広いんじゃないでしょうかね。はい、闇属性吸収なので闇以外を消して、攻撃してみます。はい、まあ、ただ敵の攻撃があと4ターン、はい、なので特にそこまでやばいかと言われたらそうでもなさそうですね。でもう、副属性の光、闇になっているので、まあここから闇消してもいいでしょう、おそらく。よし、はいはい、ボス戦先制状態上無効ですね。てか BGM かっけえな。そうですね、どうしようかな、まあ、一発どういう攻撃が来るのかちょっと見てみましょう。で、まあ読み、はい、そうですね、やっぱどうせなら一発受けた方がいいよな。はい、ほう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 、そういうやつか。結構ダメージ大きいですね、一発。まあ、一旦開いて次チェンジザワールドで落としに行きたいなと思います。はい、はい、クリア。中ボスというか、まあ、中ボスみたいなのが連続で出てきてよかったですね。経験値どうでしょうか。そこそこあるんじゃないかな。そうでもない。あ、そうでもない。はい、ダブドロップ変化ですね。で、これが、アクアスペル。で、これがダークスペル。これがグラビティルームじゃなかったっけ？はいはい。普通に出てくるのかな？幻獣というかそういう枠ではないのかな？で、このボスなんですけれども、スキルブーストを持ってるんですね、確か。進化したら。で、敵全体8000の固定ダメージなので、まあ、スキルレベル最大、ぜひ1体は、作っておきたいところですね。じゃあ一応スコアまで見ましょうか。どんな感じなんだろう。まあ、さすがにね。
はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さん、DC コミックスコラボを紹介して、お手持ちのモンスター強化してみてください。バイバイ。